バンバンザイ、キーです。イシです。ミユです。ルナです。はい、ということで今回の曲はルナこんなん好きなんやろ選手権。イエーイ、やってまいりましたルナバージョン。ということでですね、はい、まあ、見てない人はまずねこっちを見た方がいいかもしれません。はい、僕たちはねルナに内緒で、まあ、ルナこんなの好きなんだろうなって思ったものを、うん、ルナにねプレゼンするという企画でございます。はい、いいねここの立場。そしてですね、はい、今回は一つが帽子。嬉しい。変な帽子屋さんに住みたかったぐらい帽子好きなんだけど。住みたかったんだ。働きたいんじゃない。働けよ。住むな。で、二つ目がインテリ雑貨でございます。まあ家ね、おしゃれじゃないからね、ちょっとおしゃれにしたいよね。あ、確かに今の家ね、おしゃれじゃないから、ね、最低だな。で、あの、二個目は誰が選んだかも内緒でルナに選んでもらいます。はい、ということで、早速やっていきます。ショー、好きなんやろ。何ショー好きなんやろ。相川ごめん。ごめん。ということで、はい、ちぃちゃん入場。お、え、バレンタインみたい。ここに帽子が入ってんの。いや、これはね、話聞いた。いや、ちょっとどうなの、小さいよ箱。可愛い子の家に絶対ある。おお、おしゃれな家には絶対あるよ。これ絶対箱タイプだろ。もうこう、こう、こうだよ。普通に選択だけで。え、待って。そう、おー、かわいい。かわいい。かわいい。かわいい、おしゃれ。いい匂いする。かわいいって言っちゃダメなのか。危ねえ、マジでかわいいって言っちゃった。白玉くっつけたのこれ。ほんとだ。あ、匂いとかさ、タイプあるからやめた方がいいよ。いや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 、でも匂いはめっちゃくちゃ好き。あ、なんかね、うん、風呂上がりの俺みたいな匂いするな。いや、風呂上がりのいい匂いだな。頭皮、頭皮なんで、わかるんだよ。頭皮こんな臭くない。あ、うわー、綺麗だった。頭皮こんな臭い。TikTok 関係ないから。ルナンチって白とベージュみたいな感じの色やから、こういう色がめっちゃいいと思う。おばちゃんに食べられんじゃないこれ、ね、いやいやいや、ないよ。おばちゃんが届かんとこに置くから。そうそう。じゃあ、あんたらじゃあこれより上を持ってこいよ。あ、足りみじゃねえか。ほんとに。あ、でもこれ選ばないと使えないのか。そうだよ、そうだよ。選ばないと使えないのか。いや、欲しい、これ TikTok。 TikTok って関係ないからもう。続いては私が行きたいと思います。みえちゃんは結構のヒントでヒントで来る。そうね、私はもう中口してます。え、でかっ。え、重た。あ、あんま嬉しくない。やめて、これ嬉しい顔してる。この前人的だもんね。そうそうなんです。え、ドライフラワーやで。あー、枯れた花ね。そう、あのルナがミュージックビデオで本物をめっちゃ枯れたやつ映してたんですよ。そう、ミエちゃんにバカにされたの。あまりにもダサかった、ルナんちが。え、2個。そう、ルナね、よくねピアスとかね、きっとポンポン置いてんのかなと思ったから、ここに入れなさいという意味を込めて、うん、これはずるいです。だって2個なんで。一応提示した予算内で全部やってます。いや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 ね。いや、待って、これは可愛い。え、可愛すぎる。やばいよね。まあまあまあ、いや、持ってくるから待ってろよ。楽しみだな、ギシの。来た。じゃあこっちで説明した方がいいよ、ちゃんと。なにこれ。そうだね。ごめんなさい、買い忘れました。マジで言ってる、こいつ。いや、嘘ですよ。え、なんでこんな軽いの。どんなん、どんなん。ぼうちゃん。ぼうちゃん、入らんもん。俺がね、あの、特性広げてあげる。マジマジ。ぼうちゃん、これ着せるんやったら100点だったのに。いや、で、ぼうちゃんがこういう感じで手にね、そう、ぼうちゃん手につけ、背中にぬいぐるみちょっと歩いてる姿考えてみ。めっちゃ可愛い。可愛いよな、これ。これ外せば、ぼうちゃんこれで遊ぶから。え、外せんのそれ。おもちゃになるんですよ。ボロボロになる未来見えてるってこと。ワンちゃんにね、ボロボロにされるなら悔いはなし。これほら、噛みちぎったら、はい。いやー、マジでこれ。これ噛みちぎったらおじゃんです。いやいや、おじゃんだ。一番噛みちぎられるから。でも噛みちぎってんの、犬に害はないでしょ。うわー、ちょっと待って。いや、でもね、可愛いよ。あ、オッケーオッケー、決まった。はい、いくよ。それじゃあ、1位の発表お願いします。はい、第1位は、うわー、いやー、嬉しい。あの、本当にもう全部選びがたい。うん、けど今の家に色が足りない。ピンクとか入れたい。なるほどね。で、こういうの置いたらかわいい。かわいい。いや、やだな、マジギシ君に負けるの。マジ前回負けたからな。しかも嫌な負け方ね。そうなの。じゃあ、ビリの発表お願いします。第3位はマジでごめん、こちらです。あー、
パンタこそ坊ちゃん抱っこしたことあるのになんでサイズ分かんなかったの。違う、 XS しかなかったの。分かんないだけだった。犬は犬を抱えてるのがもう見たかったやつ。クマだろこれ。まあということで1回戦はミユの勝利です。ありがとうございます。コップかコップか。それじゃあ目を開けてください。あーどうしよう、どれから開けよう。これ俺ね結構自信あるよね。じゃあちっちゃいのから。はい、じゃあ開けさせていただきます。どうぞ。え、かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。めっちゃかわいい。え、かわいい。かわいい。誰？かわいいね。誰？かわいいけど。あ、潰した、うん、あ、かぶってみ。あ、確かに合うよ、ね、正直言うと、うん、誰でも1個は持ってる色じゃないですか。ね、わかる。でも誰でも1個は持ってるのに1個持ってなかったからさ、いいんじゃない。あの、しかもこういう色のちょっと茶色とかって持ってるんやけど、そうそうそう、ここにね、あのオレンジとか入ってる、ね、橋色の入ってるやつがない。かわいすぎますけど。え、誰の。何か言うことあります。あります。いやこれバレそうだから俺とちいちゃん黙ってるか。そうだね、あんま言わんでふわ、うん、こういうやつが現れる、ね、なんでよ。じゃあこれいきますね。はい、開けてみて。うわ、かわいいじゃん。これやばい。このキャスケットやばい。こういうね、あのふわふわした服の時の帽子をあんまり持ってないんですよ。確かに。なんかそのチェックの淡い感じがルナっぽいなって思う。かわいすぎる。かぶってみないよ一回。よく喋るなお前は。開けるよ、もうこっちも。めっちゃさ、反応で分かりやすいってさ。ねえ、待って。いやでもはいはい、冬しか使えないんじゃない。それイエーイ。しかも今日着てるね、一緒ですね。でもあー、どうしよう。ふわ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 、可愛いんだよねここ。うわー、マジかよ。いや待って待って、どうしたらいい。やだ、全員ルナの好きなやつ買いすぎ。うわー、オッケー、決まった。あ、決まった。1位ね。ちょっと一回こっち向かして。はい、ルナのこと呼んでるやつ探す。決まってない。決まってない。オッケー。第1位の発表お願いします。うわー、いけます。第1位は、うわー、これ。いやー、やったー。お願い、純楽、晴れ楽欲しいです。あの1位の理由は今からの季節も使えるなと思って。確かに。でもこれもめっちゃ好きなの。わかる。これはね、ルナ好きそうだ。これめっちゃルナっぽい。そう、めっちゃふわふわ好きで。でもこれも今しか使えないじゃん。夏とかになったら使えないから。いや悲しいなこれ。ということで、はい、3位は、1111、ほんとは。おー、シンプル。だからいいよ、シンプルイズザベストだから。いや、ほんとに今後の時期を聞かんかったら確実これだったんだな。確かにね。おー、やべえ、しゃべってよかった。おめえらよくもう時期しゃべりやがって。え、これくれへんの。あ、いや、これ俺かぶる。やだマジで。やだ、じゃあもうやだやだ。もう合いそうだよね、ひしくんにも。自分にも合う。くれる。あげないよ。最悪。いや、絶対合うのよ。合うよね。え、これあげないよ、絶対にあげないよ。はい、ということでですね、うん、はい、まあ、ルナさん、すべて終わってどうでしたか。いや、楽しかった。あのね、意外にルナのことちゃんと見てくれてるんだなって思った。その帽子かぶってあっち見るのやめな。本当に最低な野郎だね。最終回、ちーちゃん版だね。あ、俺じゃないんだ。最終回だから俺結構考えてたんだけどな。ということでね、はいはい、インテリアは僕が自腹でございます、はい、そして帽子はちーちゃんがビリということで全額おめでとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。じゃあ、だる。本音出すな。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回でもお楽しみに。バイバイ。いや、悔しいな、マジで。やった。